ゲラでもいい、板垣李光。理想の弟と大絶賛された。傷つくんですね。Z 世代のアイコン的俳優と言われ、あら、今年すでに3本の映画、ドラマが決定。超多忙な板垣だが、プライベートでこれだけは絶対に譲れないことがある。K-POP のアイドルすごい好きで、ストレイキッズっていうグループとか。君抑えるの仕事スケジュール。抑えます抑えます。ライブの日程すぐ出たら。アホか、今頑張らなきゃいけない時だろ。仕事よりも大事な激推しのストレイキッズ。2018年 TWICE20 を生み出した J.Y. パークがプロデュースしデビュー。